HD10546 あるいはは、エザ KR 星は、は、エザの方向に、太陽からおよそ360光年の距離にある若い恒星である。その周囲には、大きく広がった、星周円盤を含む複雑な星周構造が展開され、注目されている。また、一つないし二つの巨大な惑星、もしくは形成中の惑星が、 HD10546 の周りに存在すると報告された例があるが、それらには疑問も提されており、HD10546 の惑星系については不明な点が多い。HD10546 はスペクトル型が BQB2 に分類される、ハービックアエ、BE 型星とみられる。質量は太陽の2.4倍程度。 年齢は500万から1000万年と推定される若い星である。ただし、仮に年齢が1000万年だとすれば、ハーベックアエ、BE 型星としては上限に近い古さでもある。HD10546 付近の格子屋画像。中央の明るく青い恒星が HD10546。出展、A ディジェタイズドスカイサーベイに HD10546 には、ヒッパルコス衛星による観測から変更が発見され、ヒッパルコスでも、別の観測でも、アルモルに似た色変更性であることが示唆されている。これにより、HD10546 には、は、エザ KR 性という変更星名も付与され、変更星総合カタログに掲載されている。h d には、 強い赤外超過が見られることが知られており、ラシア天文台の A 素3.6メートル望遠鏡と保証工学を用いた観測で、青春円盤の画像が得られた。ハップル宇宙望遠鏡や大口径の望遠鏡と保証工学や干渉法の組み合わせによって、青春円盤のより詳しい構造が徐々に明らかとなり、非対称性や複雑な形状が見えてきた。 円盤の見かけの形状は、おおむね楕円型をしているが、楕円の短軸方向に面気度の非対称性があり、円盤の断面は、中心から遠ざかるほど裾が大きく広がっており、円盤の中心に空洞が存在し、過剰の構造も見えている。円盤中心の空洞の広がり、あるいは、円盤内円の半径は、おおよそ15英雄程度とみられる。15英雄より、 外側の円盤には過剰構造が見られるほか、円盤の短軸方向に沿って、古剰構造なども見られる。電波による観測では、中心面に分布する大きいゴミ粒子からなる円盤の構造が調べられており、中心の空洞は、可視光、近赤外線で見えているものの2から3倍大きく、円盤は内側と外側、2つの円盤があることが示された。HST と VLT。 ネイコが観測した HD10546。HST は星周円盤全体を捉え、VLT は惑星候補を検出した。出展、エー NASA、ESA、エサアーディラへ通る HD10546 の星周円盤において、中心の空洞が近赤外線と電波で異なる大きさに見えることや、電波で見たときに内円盤と、 外円盤とに分かれ、間に空撃があると考えられることは、そこに惑星が存在する可能性を示唆する。そして、実際に惑星候補 HD10546B が近赤外線で保証光学を用いた観測によって、HD10546 からおよそ 60AU の距離で発見したとの報告がなされている。 メディアを再生する HD10546B の創造図。出典、エーソ、エルカウサーダ HD10546 の周りに惑星が存在する可能性は、青春円盤の星雲気線の分光観測で、まず指摘された。星雲気線の分布に歪みが見られ、それが巨大惑星の力学的な影響だと考えられた。そして、 超大型望遠鏡 VLT で保証光学を用いた近赤外線観測により HD10546B が直接検出された。惑星と見られる光源の大きさは半径が木星の6.9倍に及ぶ巨大なもので中心星からの距離は 53AU と求められた。ただし HD10546B が検出された位置は 内外の円盤の間劇と比べると内側に過ぎ、中心の空洞と比べると外側に過ぎるため、青春円盤の特徴から惑星が存在する妥当性を示した議論とは食い違いがあった。そして HD10546B が検出された位置をさらに詳しく観測した結果、HD10546B とされた光源が特定の条件下における分析では、 天候源に見えるものの、多くの場合はより拡散した構造となった。さらに、数年間動いていないことからケプラー運動とも、整合が取れず、スペクトルも中心性や静襲円盤と差のないもので、あったことから、HD10546B は、データ処理によって、人工的に生み出された存在である、可能性が出てきた。円盤の中に位置する HD10546。 B に対し、円盤の中心の空洞に対応する惑星候補についても議論されている。分子規制を利用して内側の円盤を調べた結果、惑星のようなまとまった質量の影響を受けたと見られる大円軌道や原始惑星円盤と整合するような光源の大きさが導かれた。これらの特徴には惑星がなくとも説明できるとする異論がある一方で、 惑星候補が予想される位置に光源が検出されており、円盤内縁あたりに木星の10倍ほどの質量を持つ形成中の惑星が存在する可能性があるとみられる。ありがとうございます。